音が出ない。ちゃんちゃんかちゃん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 おちんちんちゃんちゃかちゃん。やんだか、タイミングいいな。やんでねえ。どうもドラちゃん17歳女子高生です。ウェーイ。はい、前回の作業も終わってます。うるせえこいつ、すげえうるせえな。まあ終わりました。でですね、まあ上の方は TNT でバンバンやったんでそんなにかからなかったんですけど、下の方は手作業でやったんですごく苦労しました。で、鉄をね、ところどころ置いてるんですよ。で、この鉄に、例えばこう、ここから石をパン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 って向こうに置いてある鉄に向かって置く。で、向こうからその横に向かって鉄に石を置く。一応枠は決まってます。だいたいこっからだいたい向こう側ぐらいまで。ちょっと大きめに作ったい。作ろうかなと思います。あと、トラップタワーが完璧に完成しました。イエーイ。ちゃんとね、壁もあるからね。で、あれ。あれはなんだっけ。あ、あれはただ、高いところに登って今どういう状況かなーっていう時に、とかスクリーンショット撮りたいなと思った時に、あそこから、バシャッとね、まあ、掘ったなあ、こんだけ。あそこからここまででしょ。頑張ったな俺、褒めて使わすわ。ちょっと音ちっちゃくする。で、まあ多少は自宅も変わったのでそこも見せようかな。今入り口間違えたな。これ裏口ね。はい、った。そっか、時間が経ったからどこが変わったか分かんないぞ。チェストが増えたことは分かるけど、いろいろ集めましたから。石は使ったか昨日。あ、ここ。あ、登りやすくしました。そうだ、あとは何か変わったところがあれば思い出したときに報告します。早速石でも置いていくか。石石ヒューン。よし、まあ、ちょっとうるさいですけど頑張っていきましょう。ベッドあと1個作ろっか。進まないな。あ、用もあったかな。 あ、 ある。よっしゃ。じゃ、行くか。でだ、やっぱり前回は一応無圧縮でエンコードせずにアップロードしたけど、まあ、結果的には
再エンコードされて画質がやっぱうってなっちゃったので、エンコードした方が、嘘だろ。ちょっと待って、来客。はい、じゃあ 石を置いていきましょうかね。はい。鉄を取っていかないといけないよ。まあ、いっか。後から取ろう、鉄は。ですね、下は石で攻めて、壁はガラス張りにしたいと思ってます。あそこまでだな。イエーイ。もう夜？あ、夜、夜、夜。やめい。やったね。よっしゃ。ぽい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 と。待てよ、このトラップタワーの入り口はどうしようかな。どうしよう。なんか、この辺になんかしよう。なんかしようで。いや、この辺本当に雨が多いんですよ。雨と雷が。雷が屋根、トラップの屋根に落ちて、あいつネザーラックだからずっと燃えっぱなしなんですよ。ところどころはあれ燃えてますからね。あ、この辺取ってないんだ。取らなければ。あ、この作業は実動時間多分1日分かかってないかな。24時間はかかってないと思う。日数的には1週間ぐらいかかったけど、24時間はかかってないと思う。うん、かかってないね。そっか。俺ね。オナニーしてたらメールが来たんですけど。はいはい。メールじゃなかった。なんだっけ。白樺を植えようと思ってるんです。思ってるんですけど、白樺が持ってないんですね。確か、手持ちに。なので、白樺をちょっと今から取りに行こうかなと思います。あとは、そうだな。骨粉もちょっといるな。ネザーラックでも分からん 木とか石だったらちょっと分かりやすいんですけどね。ウェイ。あ、ここ放置した時に後ろからモンスター来たら嫌だなと思った時に塞いでました。うえ。いや、別にこれを取りに来たわけではない。でも、骨粉は欲しいんだよな。いや、ガンパウダーは。よいしょ。足りるかな？いや、足りないと思う。まあ、とりあえずこれ、こんだけ持っていこう。
まあ480p かな。でもとりあえずビットレートを高め高めにすれば画質は安定していることが分かったので、まあ、画面サイズはね、このサイズでいきたい、今後いきたいと思います。マイクラはよいしょ。どこ行くんだっけ。あ、木だ。よかった、斧作ってた。死にそうこいつら。ほら、ダイヤもうこんなに少なくなっちゃって、おかげで鉄がこんなに余ってきた。白樺か。このバージョンで白樺苗落としたっけ。それすら危うい。落とさなかったら普通のこのこいつの木で我慢すると。こいつはちょっと枝分かれしたりとか、まあ枝分かれはちょっとまあね、屋根とかつければ制御できるんですけど、短かったりとかするんでね、白樺がベストかなとか思ったりしたり。ほら、この辺ハゲてる。うおう、俺何ヶ月前にあれ植えたんだっていうのが今見える。あ、白樺ある、普通にあるわ。松もある、あるのか松も。これ回収。回収回収。また森になるぞこれは。でも この辺が止まってんですね、時間は。トラップあたりまで実際どれぐらいの距離プレイヤーから離れたら時間が止まるっていうのは明確に書いてないですからね、ウィキとか。プレイヤーから離れたら時間は止まるとかね、そういうのは書いてあるんですけど、実際の距離が書いてないんで、いつか試そうかな。すっげえセミがミーミーってやる。そのミーミーのやめなさい。できない。野良猫がうちの裏玄関の扉の前ですっげえくつろいでった昨日。びっくりした。表玄関からちょっと表玄関に車検屋さんが来たんで、車検屋さん、車屋さんが来たから出て表に案内して、なんか猫いると思って、そしたら裏玄関見たら、なんでやねんってなってあれ、うちの猫かなと思ったら違うし、超びっくり。白樺、まあ木によって違うんで、この植える感覚は。こいつら邪魔だな。例えば、4つ離した場合ね。ほい。ほい。あ、4つだね。ちょっとメモ。
幅でいいかな。はあ。4マスで高さだ。問題は高さよ。これは何、123456666だろ。3456788。これは8で、8で攻めよう。8。8個上に置いた場合、よし、じゃあまずこれが消えるのを待つぞ。早く消えたまえ。夜になるから寝ようか。本当は全部ね、土にしたかったんですけど、そこまでのやる気は起こらなかった。あ、結構トラップの方でね、モンスター湧くんで、多少暗くても安全です、正直なところ。5か6欲しいな、さっきみたいに。あ、どうしようかな。8だね、やっぱ8で。6はちょっと求めすぎだな。うん、8だ。たかさ8と、これで忘れない。タイマリンアサギの、あの、なんだっけ、あの、なんとかボックスを買いました。一つのソフトにいくつもなんか内容が入ってるやつだった。超得でした。あと FF4 も買った。持ってた FF4 がどっかに行ったんですよね。ファイナルファンタジー4が。売ったか仮パクされたかのどっちなんだけど、全く覚えてないわ。ぎっしり行くか。こっちに入り口が欲しいんだよな。入り口が欲しいから、どうしようかな。家の入り口、あ、これちゃんガラス入れてますね。入り口はここか。この辺にするか。ここ。でいいの？ここにしよう。よっしゃ。ほい。ちょっと待って。この一時停止をね、活用していく。この一時停止中に何をやってるかっていうと、ただ、あ、頭かゆいなとか耳かゆいなとか、そういう時。じゃあガラス置いていくか。
待てよ。どうしようかな。1、2、3、4、5、6、7、8。本当に 8？ 1、2、3、4、え？ 1、2、3、4、5、6、7、8、OK。あれ？ 8 個開けるんだっけ？8、もう8でいいや、8で なんか、8個開けるんだったっけ？ 8、で、8まで上げるんだったっけっていうのを今、なんか思いついてしまった。ああ、こうなってくるとなんか、柱がところどころ欲しいな。まあ、とりあえずガラスの少年を行きましょう。ガラス。ガラスも回収できたらいいんですけどね。ええ。うん。思ったより持ち物少ねえ。持ち物っていうかガラスが少なかったぞ。ぽいぽいっと。石も少ねえし。石はちょっと回収しよう。一旦ここに置く。ああ、もうちょっと置いとくか。そう、豚どもが俺の植林場で遊びやがって。先に柱を置いていこう。1、2、ここだろ？ここだ。ここからが大事。ここに置く。2個。3、4。本当か？いや、ここを見ればいいのか。ニュートレさん大歓迎。1、2、3、4、5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 。2、3、4、5。これちょっと堅苦しくなるか？まあいいや。1、2、3、4、5。どこ行け？ 1、2、3、4、5。1、2、3、4、一、二、三、四、五。一、二、三、四、五。息切れが ああ、超息切れする、これ。一、二、三、四、五。一、二、三、四、五。一、二、三、四。
GO だろ。 GO でもここに置くと、ここに苗置いても育てないから、育たないからこう排除。じゃあこの空間無駄じゃん。どうしよう。1,2,3,4,5。まあ余裕あるし広げるか。ここまで広げよう。ダイヤもそろそろ掘りに行かないといけないな。まあだいたいこれが1週間ぐらいで終わって、これ爆破が終わって、よっしゃ頑張ったわーってなって、それから放置でしたもん。ずーっと放置して、あ、石持ってんじゃん。あ、石持って、あ、ピッケルがなくなったんだった。で、放置、うん、したんだね。放置して、結局何を言おうかしたかや、忘れたからいいや。忘れやすいな。おやすみ。ふうふうふう。この辺にクラフティング欲しいな。あら、ピッケルはなかったのか、予備みたいなやつが。作るしかあるまい。ぼ。こうやってダイヤモンドがなくなっていくのよ。いやー、これもほんと記念に残してますからね、これ。これ。間違って起きそう。よくわかんないけど、キーボードの A がすっげえ硬いんですよ。この左に進むボタンが。すっごい硬い。あとスペースもすごく硬い。買い替えか？案外洗ったらどうにかなるかもしれないタイプかもしれない。これは。買い替えようかな。おし、セミが。じゃあ、ガラス工合でしょ。ガラス工合。ガラス石っていこうか。ガラス。ほい、ほいっと、あら、あら。ほい、ほい。ほい、ちょん。ちょん。
チョン。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 は？一、二、三、四。おいーい。いえ。1,2,3,4,5。 あ、合ってる合ってる。なんで間違えた今。あ、ここに柱があるからか。合ってる合ってる。間違ってる間違ってる。はいはいっと。チョン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 。あわチョンチョン。ウェブイ。いつかやると思ったよ。ほいほい、あ、ほいで、ここにちょいちょいと。1,2,3,4,5。ほいほい。まあ、壁はこうなんかビャーってできるけどね、屋根とかはビャーってできないから困りますよね。ひっと。扉が来るところでしょ？扉が来るところはそこだけ石。うん。え？うん。うん、ここに柱があるとな。どうすっかな。いや、いっそのこと扉の位置を2マスにしよう。ここ両開きの扉にしよう。うん、こうすればいいや。まあレッドストーン下に仕込めば問題あるめ。はい、マイクラってどうしてこんなやってると眠たくなるんだろうな。単純作業ばっかりだからかな。ほいほい。ちょ、あ、あ、危ない、びっくりした。上り階段を作ろう。といといと。うん。お、これラスト。シュイ。ほい。ほい。うん。いやいや、あそこに豚が群れてやがる。ブリッ。で。
ちょっとガムをかましてください。なんかすっげえなんかさっきから口の中が乾燥しまくって。いや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 。クロレッツじゃないから大丈夫よ。キシリトールだから。あれ前、口噛んだのなんだ、舌噛んだのって何だったかな。ほんと、舌に穴が開くような痛みだった。あ、ちょっとピチャクチャが苦手な方は、ごめんね。ああ。マイクを振るか、一旦。どうやって振るんだ、これ。はい、じゃあだいぶ口の中のガムがペースト状になってきたんで、じゃあ再開するぞ。この口の中に広がるミント味、やっぱキシリッシュよりキシリトルの方が好き。じゃなくてクロレッツか。クロレッツの緑がマジ好きなんですよ。ガツンとくるミントがの緑で、最後にこれをバーッと。あ、トーチ置かないとこれ危ないな。トーチ忘れてきたな。壁になったから少し光が遮断されて湧き潰しが甘くなると、うん、で出た、降りたい降りたい。で、ガラスは後から置いていくのはどうなんだ？いや、先に柱か。うん。ガラスは後からでいいや。で、ここに置くだろう。で、例えば、見ます。ここ、もうここに植えるから、ちょっと、わかんなくなるかな。うん。ここに植える、だからここだ。うん、でこれも同じように4個ずつ、1、2、3、4、5。 OK、 1、2、3、4、5、 1、2、3、4、5。
1、2、3、4、5。1、2、3、1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。あうん、こうやってね、若干の修正も施しながら、この野郎、あれはスケルトンか？お、スケルトンだ。またセミが。ミミ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 。この間セミにしょんべん引っ掛けられたからすっげえムカつく。セミに。つい火曜日の出来事さ。で、ここだな。1、2、3、4、5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 。本当か？1、2、3、4、5。オッケー、オッケー。ほら、剣持ってきてないぞ。あ、うい、うい。ふん。まだ追ってくる。あ、ふん。セブンデイズのゾンビに比べれば雑魚いもんよ。まあ、聖なる豪華で時を見よ。ん、何かガチャって聞こえたぞ。今外側に置くの危ないな。燃えたかな。その前にデスポンしたな。シュワッチ。ね、これの火。ふっ。進みたい方向に向かって。どうでもいい。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。1とか。1、2、3、4、5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 。5。1、2、3、4、5。
1、2、3、4、5、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 1、2、3、3、もういっか。うん。一列短くするぞ。よっと。ほ。この失敗。メールが来たんですけど。はいはい。この失敗が。よしよしよし、外枠ができてしまえば、あとはその後が大変だな。外枠はまあすぐ一番簡単か。1、2、3、4、5、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 1、2、
見ろ。1234、よしよし。1,2,3,4,5 オーケー。1,2 ここね。1,2 ここね。横ね。1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 5? うん。1,2,3,4,51,2,3,4,5来たこれ。よし、今から置いていきますよ、ガラスを。もしかしたら砂を集めに行かないといけないかもしれないけど。拾えない。ちょんちょん。これでなんかずれていたらすぐに分かるね。多分気づくと思うね、ずれてたら。1,2,3,4,1,1,2 おっと、1,2,3,4,5 じゃないんだな、それが。
背伸びは気持ちいいよ。なんでこんな背伸びって気持ちいいんでしょうね。なんとも言えないこの感じ。いやー、すっげえ首の関節が痛い。首の関節だけ治んないから。しかも、土曜日に昼朝起きて体中が痛くて、しかも重たくて暑くて、しかも頭も痛くて、なんだと思って、とりあえず薬飲んで寝たんですよ。頭痛薬、吐き気、まあその他もろもろお薬飲んで寝たんですよ。部屋を冷やして。そしたら全然治んなくて、寝ても治らない。これは何なんだと思って、もう一回薬飲んでもう一回薬を飲んで、そしても良くなくて、良くなくな、え、良くならなくて、でも体中ね、暑いんでどうしようと思って、部屋は涼しくしてるのに暑いってなって、体あっちいよみたいな。で、直接エアコンの風浴びたら、なんとも30分ぐらいで治りましたからね、完璧に。まあその後遺症なのか、首がすごく痛い。まあ多分熱暴走してたんだと思います。はい、うん、いわゆる熱中症的な。あれ、 OK なかった。なんでもない。ほい、あ、しまった。ここは石だ。これはすごい収穫できそうですね。ガラスが明らかに足りないのは明白ですから、今からこの辺の砂刈るか。でもトーチも剥がれるもんな。散歩しよっか。向こうあたりは多分、いや、向こうあたりはまだ今後のために残しとこう。あ、この山の向こう側にしようかな。バーテか。TNT 観光は。あ、ここも間違ってる。なんでジャンプしたの？
答えわかんない。ほら、ここ間違ってる。もういいや。やべえ、もう64切った。あ、ほら、ここも間違えてる。あ、あまりあまりあまり。これあ、また間違えたなこれな。どっからどう見てもなくなったぞ。セミうっせえな。足場の土を回収しよっかな。ちょこっとだけ。あ、ちょうどスコップなくなった。クラハドールはほんととんでもないやつだな。アジなくなった。ガム取り替えまーす。ピチャクチャ注意。コーヒー飲むっていう手もあるけど、ちょっとねトイレに行きたくなっちゃうから。カフェインはまあ集中力高めるんであればカフェインに限るんですけど。ああ、このガムの賞味期限切れてる。去年の5月に切れてる。もったいない、もったいない。ちゃんとピチャクチャ注意って言ったからな。うん。このマイク本当拾いすぎてるか。ちょっと待ってくださいね。ガム噛み終わるまでちょっと待ってください。あ、
はい、じゃあ、ま、ペースト状にしたんで、ペーストで合ってるのか？ま、噛み噛みしたので。さ、置いていくぞ。ほい、ほい、ほい。これマジ好き。このちょっとね、大きくした。これ地味に好きだから、これこの部分だけ、マイクラの BGM の中で。これ眠気を誘うような、誘わないような、こんな感じの曲。あ、間違ってるよこれ。もろくそ間違ってるよこれ。いいね。ガラス足りそうじゃないこれ。うっそだろ、こやつめ狙ってやがったな。チョークだったわ。うん、入り口こっち側にも作りたいですね。こっち側とトラップ側に作ろう。トラップ行くために植林場取るのはちょっとめんどくせえな。何？こっちになんか作ろっかな？あ、こっちになんか砂置いて、お、砂でつなげよう。そうしよう。もうあのスケルトンもあそこにはいまい。と高をくくって言ってみよう。今ちょっと思ったのが、これ屋根に直接階段をつけて屋根をスタスタスタっていく感じもいいかなと今思った。いない？いない？いない？うん、いないいないいない。クリーパー今日見てないね。あのつぶらな瞳で。ちょん。おっと、ちょっとボリューム戻すぞ。ガラス足りた。いや足りてねえよ。今度あの柱に沿この柱に沿ってふーんって引くので、石を引いて、石を引いた、あ、例えばこんな風に引くでしょ。まあ向こうまで引くで、こっち側もこうふーんって引くんですよ。でこの空いた空間にガラスを全部はめ込んでいくので、結果的にガラスがない
ないんだな、これが。ないのか。そうか。ないのか。困ったな。向こう砂山じゃねえぞ。向こう普通の山だ。どうしよう。せっかくここ整えたのにまた爆破するのはな。この辺も整えたいな。やることがいっぱいあるな。もう口の中に唾が溜まって、それをもろくそ、なんだっけ、口の中の一部に集結させて、そして一気に飲み込むのが好き。ガム食べてる時ね。ガムの味がすっげえ凝縮されてるんですよ。ここまで来ればもうベッドなんてどうでもいいやってなっちゃいますね。ね。ってね。よっしゃ。バイク。じゃあまずこっちに行くか。せーの、はい。このこうやって置いていく作業がとっても、なんか地味、なんか暇だなぁと思うんですよね。寒いな。本当、具合を悪くしてからエアコンの風を直接、忘れた。うるせえ。ボリューム調整がね、もっと細かにできればいいんだけど。はい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 っと、シフトを使っております。小指がすごく痛いです。大抵の FPS ってさ、シフトで走るじゃん。で、コントロールでしゃがむじゃん。マイクラはシフトでしゃがむんだよね。だからたまに間違えることがありますね。なんか、いつか、マイクラも喉が渇いたゲージが、喉の渇きゲージが追加されそうな気がしますね。空腹がね、実装されたから 1.8 ぐらいでベータ、あ、このクソ豚、豚肉うまいですよね。鶏もうまいですよね。牛肉はそんなに食べた経験がない。バーベキューの時しか。だからあんまり比較できない。
犬の、犬、犬かな？犬だっけな。犬のチンコって毛細血管がうわーって出てるからすっげー黒いですよね。超やばい。超やばいんですけど、みたいな。超やばいんですけど、みたいな。それぐらい。人間はほら、なんか、血管つっても太いじゃん。ぷくって出てくる血管自体は。豚はなんか毛細血管がシュワーってなってるからものすごくなってますよ。ものすごいことに。石もねえわ。あ、石はチェストにあるか。そっか、動物が湧くから結局、あーあった。どうしようかな。背中がすごく痒い。まずはだな。あたた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 まずは。まずは。まずは。置くことに専念しよう。ほら、ほら、置くことに専念することをやめてからこうなった。ちょっと雨がないとこで。よしこない。背中超かゆいんす。なんか急に痒くなってきた。なんか棒ないかな。棒、割り箸があった。まあ爪が伸びてればバーってね、かけるんですけど、あいにく今爪ないんですよ。あ、白い部分がないんで今。ちょっと誤解を生むような発言を。爪切るときは白い部分がなくなるまで一気にやっちゃうんで。一旦これをここに預けて寝よう。こうやって作ったチェストが無駄になっていくのよね。おー、なんかいいね。1,2,3,4,5,6,7。ここに橋かけよう。うん、よっしゃ。
まあ、とりあえずこの石を置いてしまえば木は植えることができるんで。ちょっとトイレ行きたくなってきたぞ。よくよく考えれば、これ取る前に一回コーヒー飲んだわ。息切れなんだ、この息切れは。暑いし、消すと暑いんだよね。1、2、3、3？ 1、2、3、あそこ、あれ、1本あるか？ 9、9か8。じゃあ8.5で。いつか落ちて死にそうだな、これ。この手の。サンドボックスのゲームって。まあ、ジャンルね、ジャンル、サンドボックスでジャンルですけど。アイテムの作り方ってゲーム内で分かんないのはちょっとどうかと思いますね。コンシューマー、ゲーム機とかで出てるやつだったら、まあ、レシピ分かりますけどね。パソコンもね、自分でなんかウィキとかで調べてくださいね、みたいなこと言ってくるんで。いや、言ってはこないか。調べないとわからないんで。正直1.8の内容もまだ把握してないから、私。何が実装されたの？みたいな。あと、どこ見たらいいかわかんないっていうのが本音。いやー、トイレに行きたい。最近。とした時になんか完璧に忘れてしまう。これなんだ。これは一体何なんだ。最近風船ガム見ないですよね。なんか黒烈系の風船ガムあったら引くぜ。引くど、あっぶねえな、おい。なんだあれ。なんだそこ、あんな影が。あ、あれか。KB。KB。いや、なんでもないです。視覚に訴える判断力。ちょっと待って、トイレ行ってくるわ。ちょっと待っててね。
はい、今戻ったぞ、クソども。いやー、すっきり。いやー、すっきりっすよ。え、顔は洗わなかった。よいしょ。学校でさ、よく学校でさ、なんか、眠たいなら顔洗ってきなさい、みたいな、ことを教師言うけど、女教師って結構言うけど、顔を洗ったらすっきりしてもっと眠たくなりますよね。俺いつも寝る前必ず顔をパシャーってやってね、寝るんで。女教師は一体何を考えてるんだみたいな。洗った瞬間は、あ、超さっぱり、おー、さっぱりさっぱり、目覚めたわーってなるけど、すぐまた、眠たい、眠たいぞーってなるね。くしゃみが出そう。びっくりしたー。間違えて置いたかと思った。もうちょい。プラズマ。もう一回。あ、止まった。これあの YouTube の YouTube の無料ダウンロード可能で動画とかにも使っていいですよっていう曲の中にあった、これ。どこの言葉かな。メレンゲって聞こえたね、今。メレンゲって。いいね、このカントリー系の曲はマジテンション上がるよ。ヒャッホーみたいな。無視すんなみたいな。風呂上がりめっちゃ乳首かゆいんですよ。あ、クリッパー。これはシフトを離したら危ないな。よりによって2人かよ。じゃじゃーんって1回だけでいいです。間違えた。うえ、あ、しまった。うわ、押さないでみたいな。あ、追い抜いた。クリパーちゃんのかけっこ。かわいいやつめ。いや、僕が先に行くんだ。いや、お前、僕が先だ。
僕がだよみたいな、僕が先に行くんだよみたいな感じの、可愛らしいなこいつら。後で殺してやるぞ。決戦クリーパー戦い。お、死んだ。ほう。そっか、体力なかったよね、確か。しまった。よかった、爆発しなくてね。よかった、よかった。チョキッ。出た。うん。ああ、そりゃいるよ、いるよな。カモンベイベー、聖剣好き、やめろ。ほら、超散らばってるわ。うん、横にも置くか、もう。そうしよう。かまどをもう回収しないとな、終わったら。たまに自分で飲んだ唾がたまに引っかかる時がある。なんか唾となんか息が一緒になんか詰まっちゃう、息詰まりみたいな感じで詰まっちゃう時があるから。超大物。ああ、超大物だわこれ。大物、今大物を仕留めた。やっぱオーバーヘッドタイプのヘッドホンだと耳がちょっと押さえつけられた状態になるんですよね、ヘッドホンで。まあそれゆえにちょっと皮膚と皮膚がくっついて濡れて痒くなっちゃったりとかね。今その痒みの大元の大玉を仕留めましたぜ。おお、あ、見てんと、見てん、さっきクリーパーの爆発みたいに石って結構耐久力あるんですよね、爆発耐性が。だからすっごい苦労しましたよ。ちょっとあ、
いやー、紙ナプキンマジいいっすよね。ああ、だ。ああ、昼飯食ってない。また昼飯食ってない、俺。あ。食べなくていいよね、もう。なんか昼になんか昼飯食べるっていうなんか、食べるっていうのがなんかよくわかんない。朝もなんか朝起きました、朝起きたからご飯を食べようみたいな、それもよくわからない。朝は今日あれを食べた。なんだっけな。なんか食パンみたいなやつ。なんか食パンに、なんかオーブンで焼いて、その上にマーガリン塗って、それを食べる。あ、トースト。トーストだった。あうち。これこっち側からこうパーって受けたらいいのにな。こう行ってパンパンパン。あ、これいいかも。こっちの方が早いな。ほい。これ地味に届かない高さ。で、このクロスしてるところに置いていく苗を。いやいや、太平よ。すげえ太平よ。あくびするたびに涙出てくるし。よっしゃ。ちょっと集中力が切れてきたな。じゃあ、ちょっとここらで、コーヒータイム。あたた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 た。ちょっと動画の最初の方にくる、あの車さ、車屋さんが
来たから案内したみたいな話したの覚えてるよね。もちろん覚えてるよね。で、なんで呼んだかっていうと、なんかエンジンかかんなくなったんですよ。なんでやねんってなって、そして来てもらって、あーこれバッテリーも寿命ですねーって、新車の時から使ってるからもう寿命ですねーっつって、あーそうですかーっつって、交換しますか、はいって言って、いくらですかって、いいので7,000円ですって、おで、や安いので6,000円だったらいいのつけてくれせっつって、いいのつけてもらって、そしたらちゃんといいのがついてきました。パッ、まあ、8,000なんぼだったんですけどね、ちゃんと請求書にはなんか値引きって書いてあった値引きいくらだったかな、2,000円かな、2,000円ぐらい値引きされてて8,000なんぼ。やっぱね、こういうのは知り合いがやってるところに連絡するとだいぶ負けてもらえますね。でも8,000円の出費は正直いってて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 て、8,000円の出費はちょっとでかかったけど、まあいいかな。え、ちょ待てよ、普通車に軽自動車のバッテリーだで大体5年ぐらい持ったのかな。5年も持ってないな。2回車検受けて2回目の車検で、あーどうしますかって聞かれたんですよ。交換しますかって。で、あいいわってなって、充電すればいいかなと思ってまあ断ったんですけど、案の定ちょっとまあ動かなくなったんで、この度交換みたいな。まあ充電するやつは持って、持ってた、うちにあるんで。で、充電しても間に合わなかったと。だからもう今回ね。やっちゃったよ。コーヒー飲んでる間、ちょっと、この辺の、砂の状況を確かめに行こう。マウスこの辺固定。固定。この辺の砂は景観が損なわれるから、ちょっとあんまり取りたくない。ゾンビの声が聞こえた気がするけど、気のしない。気にしない。あー、この辺砂がちょこっとあるな。この丘を越えたら何かあるやもしれん。
明らかになんか俺が立てたような棒が見えるぞ、あれ。なんぞあれ。なんか小屋があるぞ。あー、思い出した思い出した。これあれだ、あのダイヤ取っててピッケルなくなったんですよ。で帰ろうと思ってもこう結構下、あのアリノスになっててめんどくさかったんですよ。だから手掘りでこう うってやってて、でこの辺の木買って、で仮初めの住居、これなるほど、結構近かったんだな。まあ見せよう、中身がどうなってるか。まあ簡単な作りです。だから階段までね作っちゃったり、まあこうなってると。こっち側は溶岩たまりがある。金、まあここは分かった。まあここにあることは分かった。じゃあこの辺、あ、でもこの辺一体砂漠だな。じゃあこの辺をちょっと TNT 観光するか。いいね。くしゃみ。くしゃみ、くしゃみ、くしゃみ。止まったわ。超白いわ、白すぎ。あ、奥まで結構続いてるんですね。奥の方までほら、この左斜め、遠く見るときはあの画面のの角っこに対象を持っていくと近くに見えますよ。じゃあコーヒー飲み終わったんで帰りましょう。砂漠があったってことをね覚えとけばでかい。いやいや、やーと。うん。ほいほい。おー、見えた見えた。なんか、ステッキみたいな。魔法ステッキ。俺、お尻は好きだけど、お尻の穴は好きじゃない。これだけは言っておこう。お尻なんの臭いしね、バイキンばっかりで。おおおおお危ない。
おお、よく作ったの。これね、ちゃんとこう下までちゃんとあるんすよ。石がちゃんとね、抜かりはないぞ。これ向こうまで続いてる。全部ね、続いてる。もう石で作るトラップタワーは時代遅れだ。見かけはなんかちょっとまがまがしいけど、仕方あるまいね。どこまで置いた、これ。ここまで置いた。日本人はさ、あの女の人がちょっとここに登りたいから下から押して、あのちょっと抱えてもらえませんかってなった時に、日本人はちょっとあのそこでちょっと理性が働いて、まあ足はまあ持つでしょうよ。だけど押し、あの登りたいところにあの押し込むように入れようとするときに、あのね、重心的にケツをグイって上げた方が、押し合った方がいいんですよね。だけど日本のクソどもと来たら、クソどもっていうかねえ、ナルシストな女と来たら、文化の違いかな。これ消そう。なるべく録画に必要ないものは消そう。ランチャーも消そう。あ、夜になったらお祈りせねばって誰か言ってたよね。うん、また間違えた。まあここで敵にクリーパーが襲ってきてもなんか今日超息切れするな。家業すげえ言いにくいし。襲われたとしても、うわーってやれば、大丈夫。問題ないのだ。SSD をね、欲しいんですよ、SSD。1テラぐらい。録画用で。それはやれば、60コマの動画をじゃんじゃん出せるのに。やっぱあの、ハードディスクのね、スピードだと、コマ落ちしちゃったりとかやっぱりあるんで、欲しいな SSD 1テラ。なんかタダでくれないかな、誰か新品を。
あ、新品で欲しいな。1テラ SSD 欲しいな。あとタダで50万ぐらい欲しいな。1億円も欲しいな。お金が欲しい。バカめ、落ち上がった。ゲートか。なんだ、ゲートか。バカめ。あ、これさっきこのパターンでなんか落とされた気がする。お、高さ的にあいつ撃てないのかな、こっちに。いや撃てるぞ。地味に届いてる。ちょい、いけゾンビ。いけゾンビ。お、勝ったか。お、死んだ。いけ。よし。死闘を繰り広げたクリスでやった。クリスじゃねえわ。私の名前は東北ずんこ。よろしくね。そっか、エンコードするならエンディングつけることができるな。あ、オープニングやめました。しかもエンディングは曲の長さによって曲は差し替え可能だからね、便利。スパイダーマンが、昨日の夜に、まあ、自分の部屋和室なんで、しかも庭に面してるんで、まあ、和室の作りの都合上、虫が入ってくることがあるんですよ。しかも庭に面してるから余計にね。だから昨日、ダンゴムシがめっちゃじゃない、一匹入ってきてた。ダンゴムシかも怪しかったけど、ダンゴムシに似た虫だったね。でもダンゴムシじゃなかったね。丸まってなかったから。なんか足の甲がかゆいな、こそばゆいなと思ったら、足にいるし、みたい。うわ、最悪と思って。今足の甲怪我してるんで、むやみに描かないんですよ。なんかかゆいなかゆいなかゆいなと思って描きまくったら、なんか皮がむけて、この痛くなっちゃって、ヒリヒリして。猫が吠えてますけど今。いやー、発情期ナウですよ。発情期、オス猫のチンコを求めてニャ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 言ってますけど。バカめ。お、3人に増えた。うえ、いやつよ。
わけ少ないよな。やっぱ向こうに湧いてんのかな。エネミーオール500なんぼ。あ、スケルトンはまずいぞこれ。ちょっとマッハで置こう。お、増えてる。いつの間に。そ、今気づいた。なんでスムースライトがオフってんだ。なんか久しぶりに起動したらこうなるんですよね。設定全く違うみたいな。うわー、あいつこっち見てる。気のせいだ。うわ、クリーパーちゃんが2人。生配信でマイクラやってるときは、あの、新しいバージョンでやってるんですよ。動画にやっときです、するときはこれなんだ。バージョンはバージョンを避けてるんですね。まあその時になんか設定が変わっちゃうんですよ。雲いつまでついてくんだこいつ。もう朝だえ。あ、しゃーしゃー、はっ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 は。ああ、危ない危ない。ああああああ、くしゃみです。どっからどう見てもたまーにくし、失敗するね。くしゃみキャンセル。唇を舐めると止まるんですよ、くしゃみっていうのは。くしゃみとか咳も。それ失敗した。舐めるのが遅かった唇。よっしゃ、舐めるぞと思ったら、空気が先に出てきて、ブルルルみたいな。あ、でもここ、モンスター湧くからちょっと問題終わりだな、これ。明るさ。明るさは後から、ぼちぼち、なんとかしよう。もうこれでも変わってぐらいに、トーチ置きまくるから。またまたまた来るぞ。くる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 来るぞ。気をつけろ。来ないわ。くしゃみが来ると思って待ち構えたら来ないもん。思い、よっしゃ、豪快にくしゃみをしてすっきりするぞって なった時に結局来ないってね。で、こんな感じでね。鼻が詰まってます。
こ、え、なんだっけな、コブラだっけ。コブラに噛まれてしまったらまずいんでしょ、確か。あ、俺のベッドにクリーパーが。眠たいのか。フリーズ、フリーズじゃない。なんかコブ、コブ点々とかつく単語も実は発音苦手だったりします。あのヘビのコブラっていう種類、日本にはいるのか分かんないけど、ショップにはいると思う。そのコブラには、コブラの毒には人の血をなんかゼリーみたいな状になんか変換置き換えて、液体からゼリーにしてしまうような要素があるみたいで、噛まれたらまずいらしいですよ。もう死ぬとかね。この間うちにマムシ出たんすよ。びっくりした。あ、これこの話前したか。いや、してないか。したか。してない。したような記憶があるから話さないでおこう。あ、でも、いいや。話さない。秘密。こいつら結局最後までついてきやがった。かわいいやつだめ。俺は水に飛び込む。たーっ！水め。裏切りよったわ。意外にちょっと水遠かったね。わかった。こっちに穴開けよう。こっちに穴開けて、こっちから侵入するようにしよう。なんか通路をこの辺にバーっても持ってきて。そうすれば、この上、橋かけなくて済むから。スペース的に空いてるのかな？こんなもんか。俺シャベル持ってなかったっけ。いや、シャベルは死んだ。いや、シャベル死にそうだったから、新しいの使いたかったし。俺一匹ない。こっち方面に入り口を作ろうかなーみたいな思っているのよ。いやわ、そんな俺使わないのに。やっぱ攻撃がね、攻撃力が高い剣に頼っちゃいますね。
ゃあ石は置けたから。お、いなくなってる。石を預けて TNT を片手に持って向こうにも行こう。で、帰ってきた、時には億万長者さ。一応リスポーン、初期リスポーンだけ忘れないようにこう、サトウキビで。意味ないんだけどね、もう。今石を置いて上から見ようかなと思ったけど、俺そういう時のためにこいつを作ったんだった。ちゃんとドアもつけてね。おい、なんで燃えてんの？あ、そっか。おい、骨組みだけのも、まあいいね。あ、これ結構キュッキュッキュッってなってるから、あんま味がないな。前のは斜めとかね、ま、なんか曲線美があったから、よかったけど。そっか、平らな場所に作ったからこう、なんか、キュッ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 ってね。そっか、雷ドカン、雨降ってもネザーラックだから燃え続けるみたいな。結構、落ちてんね、あそこに。あれ、なんだあれ。ああ、思い出した。なんだあれって。うん。ここになんか降りることができるやつ作りたいな。さ、TNT で遊ぼうかな。この辺は明るく多すぎるぐらいで十分。なんと自宅に到着。石を、で、コップも一旦預けるか。爆弾。手で押さえるけど、この始末なんだい。うるせえ、黙れ。よいしょ。着火マン、行くか。一応剣も持っていこうかな。チャッカマン。ウェーッ。この辺ほんと鬱陶しいんだよな。燃えろ燃えろ。燃えろ燃えろ。燃えるがいい。燃えるがいい。あつ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 。
あら、あら、あら。よしよし。TNT で遊びましょう。こうなってくるとロケットランチャー欲しいな。よっしゃ、この辺から行くか。うえ、うえ、間違えた。イエーイ。プリ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 、上の方から爆破しないといけない。ウェーイ。砂だから結構一気にいける。やっほーい。ん？サンドストーンはいらん。ウェーイ。いや、いや、だからもっとドヒャーってできるところ、ここここここ。イエーイ。ちょ、思ったよりそんなにスムーズに集まることはない。いや、プリ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 、なんか開いてる。プリプリ。洞窟発見だなこれ。洞窟発見機。と TNT こんなにいらなかった気がする。プリ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 。うん。回収。だいぶあの爆発耐性とか弱い方だけど、実際吹き飛んだ砂もあるんで、このほじくった砂の分回収できるわけではないです。また穴が。この辺洞窟多いのか。プリッと、プリッツ、最近プリッツ食ってないな。プリッツプリッツプリッツ。うん、うん、間違えたぞ。痛い。どれぐらい痛いかっていうと、ハート1個分半かゆい。なんか痛いからかゆいに変わったけど。いつまで燃えてんだ。ほい、ほい、ほい、ほい。
プリ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 とおっぱい大好きプリ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 とプリ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 サチコ、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 サチコ。徳典、適当に名前を言ってみ、いく。じゃあ、あ、一番びっくりしたのはレオンっていう名前のやつが実際にいたってこと。実際にいたってね。バイオ4のレオンをモチーフに、僕夏3のボックンをレオンって名付けたんですけど、思いのほか、あ、同じ名前だみたいな感じでね、みたいな人が結構いたんで、あ、それなんだよって、って思ってまあ人の名前で笑うのは良くないよ。今キラキラネームとかドキュンネームとかね、いやありますけど、それはね、昭和とか大正とかでもね、流行りの言葉を使っ、流行りの名前をつけたから、別に今さら始まったことではないと私は思ってます。よいしょ。あとスマップのキムタク嫌い、これだ、これだけは言っておこううん、よいしょ。あ、もう結構集まったな。これ捨てよう、これも捨てよう、これも捨てよう、これも捨てよう。サンドストーマー捨てる。ん？ではいたいわね。やべ、暗くなってきた。戦闘準備せねば。え、あ、回収しない。鼻がおかしいな。ババチョップ、あ、俺死にかけの、死にかけのフリントなんとかをしている。ういうい
じゃあパンパンになったら帰りましょう。で、これをガラス、あのかまどに突っ込んで、今回は終わりにしましょうかね。ちょっと疲れてきたぞ。久しぶりにこれだけ動画を撮るのはいきなりはきつい。水があるからね、そこまで深く攻めたくない。次回も砂掘りから始まるのかな。モンスターいねえし、しかも噂をすれば、ん？あ、そこか。ほら、痛いわね。ん？まだいた。ひっ、ふい、しゅ、いた。殺す。ちょ、やばい。ほら、ほら。帰ろう。恐れをなして帰るぜ。でも回収はしたいぞ。うわ、こういう平ら、この綺麗に整ったところを壊したい。この破壊衝動に駆られてしまう。よっしゃ、もうあとは帰るだけだからな。そうだな、なんか城を作りたいね。城、いや船かな。ちょっと、あいつ、クリーパーちゃん今ガンつけてきたよ。やんのかこらーみたいな。あらららら、あらあら、クリーパーちゃんと言ってるけど容赦はしない。雲はな、こうやって戦うんだよ。帰ってきた。我が家、我が家はまだ先。ここにちょうどね、ジャンプ台があるんで、ジャンプ台でジャンプして、ジャンプ台がこの辺に、ジャンプ台中ない、ジャンプ台がない。あれ、なんでないの。この辺になんか水がペアってなかったっけ。ない。うわう、気をつけろ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 。よしよしよし、帰ったぞ。素晴らしい。じゃ、ポイン。あれ、石炭がない。
あ、8でいいのか。ういお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 い、デリスカーランってなんだっけ、どっから聞いたことあるんだよな。デリスカーラン、デリスカーランとは一体何ぞ。陸道仙人が思いのほか白かったね。白すぎたね。あ、結構木炭作ってんな俺。足りるかな、石炭。あ、ガラス。足りる、足りるといいな。帰ろ。そして寝よ。風呂に入ってね。気持ちいい。ああ、気持ちいい。ああ。すっきり。おやすみ。おはようございます。さあ、爆弾を直して。着火。着火具、あった。で、石炭、石炭。いい朝ぞ。はい、じゃあね、今回はこの辺で終了しようと思います。ご視聴ありがとうございました。ドーラちゃん17歳ジュル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 、このクソ豚足ね。はい、じゃあ見てくれた方はありがとうございました。ドーラちゃん17歳女子高生でした。バイ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 キング、バイバイキング、キング、キングは俺だ、イエーイ。まあ今後の見通しを適当に、まあ説明しようかな。まだスケルトンの音が、そこか、そこにいるのか。まあ今後の見通しというか次回の予告、まあ砂ね、焼いてるんで、ガラスをビャーってやるでしょ。で、まあ、ガラスの次に、トーチがいいのかな。まあ先にトーチ、ガラス置いて、トーチ、あ、ぶらぶら。ちょうどクロスになってるところで、あれを、なんだっけ、トーチをちょちょいっとね、置いていって、まあクロスのとこに置いていけば明るさ的には屋根は問題ないと思うんで、屋根はそこにトーチを置いていって、問題は中にトーチをどういう感じで置いていくかってことなんですよね。この辺の木を全部伐採して木炭にするっていうのもありますね。伐採するか。伐採して、まあ、木炭に全部してしまって、トーチを全部たくさん作って置くと。で、完璧に出来上がったら、そこのトラップタワーの入り口にの地面をこっち側にちょっと増やす。
で、そこがちょっとね、なんか舞台みたいな感じでちょっと整ってるんで、あのそのベッドがあるとこ、平べたいとこね、そこにもう家を作りたいと思います。これもう家じゃない、もう実は倉庫なんですよね、これ実はね、仮住居。まああれはもうちょっと遠いから帰らない、家としてはちょっと使えないんで、この辺になんかちょっとガチでなんかレッドストーンとかも適当に使って、あーでもレッドストーンは扉関係しか使えないか、ならもう扉は、あー自動ドアでもできるけど、どうしましょうかね。なんかそこ、羊ぶっ殺して羊毛その辺にパパパって置いてるから、黒い羊毛がなんか穴が開いてるように見える、そこ。やっぱどう、からどう見てもあれ燃えてるな。燃えてますね。少し雲の上か、これ。雲固めガスでも持ってこれ、くればよかったな。しかもこの雲長いぞ、なんか。他の雲に比べてすごく長いでございます。決して正面カメラを向こうとしない。写真撮っておけばよかったな、これ。今からでも遅くないかな。じゃあこの雲がどいたら写真撮ろっか。ふう。結構思い出に浸るのも面白いもんですよ。制作段階の写真撮って、とこ、あのね、少しずつ写真撮って出来上がっていく様を写真撮っとくと、あ、懐かしいなみたいな。にしても長えなこの雲。お尻の穴を焼くことで痔になることを予防する秘術。まさしく秘術だ。空中浮遊。早く早く。
一瞬真っ暗。お、もうちょいもうちょいもうちょい。いくぞ。もう次の雲が来てるから早くどけよう。いくぞ。3、2、1、はいチーズ。あ、待って、あそこに雲がかかってる。チーズ、間違った、これ F3 だ。チーズ、よしよし。よしよし。家も取っとこうか。痛い。ところどころね。バシャ。ネザーも取っとこうか。こいつも取ろうかな。ふっ、トーチ持ってきてなかった。ネザーはゲートだけでいいや。バチャッ。ふん。じゃあこんなもんか。ご視聴ありがとうございました。ドラちゃん17歳女子高生でした。バイバイ。